ましたが、本日第一部ステージ司会務めますはこの女。この女、食べることが大好きなのでございます。特に唐揚げ、カラッと揚げたての唐揚げの前ではテンション上げ上げ、ついつい食べ過ぎてしまうものです。しかし唐揚げはハイカロリー、油ぎっしゅ、いくら運動したとて体重計に乗るのが怖いのでございます。その恐怖に比例して増える体重、最近ついに同期に言われてしまいました。最近丸くなったね、顔もテカテカしているし。これは一見この女への罵倒に聞こえますが、よくよく考えるとこの女への激励にも聞こえませんでしょうか。お前の視界は丸く収まっているし、笑顔が輝いているという意味になります。ということにしておきましょう。このようにカラッと軽快、中身のぎっしり詰まった視界、頑張りたいと思います。不詳この私、吉田桃花、一回戦。油ぎっしゅな女の2名でお送りさせていただきます。この演舞演奏は言うなれば一つの歯車、その中心と潤滑油となってこの演舞演奏を